皆さんこんにちは、サラです。今日もリクエストいただいた、スノーマンに恋人がいるかいないかのイエスの占いをお願いしますっていうね、はいやっていきます。スノーマンね、9人いるんですよね。9人。ちょっと私もね、もうストーンズとねスノーマンがねごっちゃになってしまってて、むちゃくちゃちょっとややこしくって、でスノーマンが目黒蓮さんがいるグループですね目黒蓮さんがっていうのもおかしいけど、ね、岩本さんとかね、佐久間さんとか、最近なんか金スマにね何回か出てらっしゃったのを見て、あとは冠ね、スノーマンにやらせてくださいだったっけね。私1回目かな見たんですよ。ダンスだったっけ。すごい熱心にやってるなって思ってね、すごい好感の持てるグループだなと思いますね。でスノーマンメンバー、岩本照さん、深澤達也さん、ラウールさん、渡辺翔太さん、向井浩二さん、阿部亮平さん、目黒蓮さん、宮舘涼太さん、佐久間大介さんというメンバー、まあ、この中で一番若いのが20歳のラウールさんで、一番年長さんが31歳かな、深澤達也さんと佐久間大介さんで、30歳の岩本照さんが一応まあリーダーということになってますね。へえ、これメンバーカラー9人でもちゃんと9色あるんですね。すごい。あ、ピンク、佐久間大介さんピンク、もうピンクが私は大好きでね、もう早速このメンバー岩本照さんから順番にイエスの占い、恋人がいるかいないかのイエスの占いをしていきます。まあ、最初に言っときますけど、あくまでもタロット占いです。そしてまあ2択なのでね、まあ、どういう結果になってもエンタメとして楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。はい、では岩本照さん、ね、あ、皆さんの方から見て正位置だったらイエス、恋人がいる、逆位置だったらノー、いないというね、そういうふうに判断していきたいと思います。はい、岩本照さん、恋人がいるかいないか、はい、どうだ、うん、正位置です。神の家、正位置イエス。まあ神の家ってね、ちょっと一家団らんとかね、まあ落ち着きたいっていう気持ちがあるのかもしれないですね。まあ割と家にいることが好きなのかな、この人どうなんだろうね。まあ、ファンの方ね、一喜一憂しないでくださいね。イエスです。はい、では次、深澤達也さん、はい、深澤達也さん、はい、あら、皇帝のイエス。まあね、現実的なっていう意味があるんですけど、まあ年齢を見てもね、岩本照さんにしても深澤さんにしても30歳とか31歳でね、まあね、恋人がいないっていうのもね、ちょっとそれも変な感じもしますけどね。まあね、今タロットではイエスだったので、いるということでね。ラウールさん、ラウールさんね、二十歳なんでね、ちょっと若いです。でも一番この人身長高いんですよね。190センチぐらいあるのかな。ちょっとね、ジャニーズっぽくないですよね。ジャニーズの人そんなに大きいイメージがないんですけどね。あらま、ラウールさんもイエス、イエス、運命のはイエス。ちょっとここまでイエスが続くと、ちょっとスノーマンのファンの方に申し訳ない気がしてきました。はい、渡辺翔太さん、渡辺翔太さんも30歳、
ね、まあ私もね、ネットとかね、いろんなで見たり聞いたりしてるだけなんですけど、スノーマンもすごくね、苦労されたグループっていうふうに思ってるんですね、聞いてるんですね。デビューまで時間がかかったとかね。だからなんかこう、ね、まあ活躍、今ね、もう超活躍されてるんでね、まあ、ファンの方にとったらね、まだまだ結婚なんてしてほしくないと思ってるとは思うんですけどもね。はい。渡辺翔太さん。あら、ラウルさんと同じ。運命の輪のイエス。いるのかな？はい。では、向井康二さん、29歳。なんかぼんやり、こう9人の顔が浮かんできてます、今。まあ、私はもう、スノーマンはね、優しい人たちの集まりだなっていう印象なんですよね。まあ、何回も言ってるんですけどね、今までもね。さんま玉緒の「あんたの夢叶えたろか」っていうのでね、こう子供のとね、一緒に踊るっていう夢を叶えてあげるっていうね、まあ、あれちょっと良かったなと思ってね。はい。向井康二さん、これは女教皇の逆です。ノーかな。はい。次は阿部亮平さん。阿部亮平さん。あら、悪魔のイエス。いるのかな。ね、どうなんでしょうね。はい。で、次に目黒蓮さん。目黒蓮さんってあれですよね、トリリオンゲームですか？ん？目黒蓮さんですよね。ん？違うかったっけ？もうね、蓮さんって、永瀬蓮さんね。蓮さん2人いるんですよね、もう。だから、こっちは目黒蓮さん、目黒蓮さん。目黒蓮さん、ね。なんか、むちゃくちゃ忙しいみたいなね、ことをよくネットでも書かれてますけども。はい。でもね、スノーマンにやらせてくださいっていうのでも、すごいよく頑張ってますよね。よく体が持つなと思います。はい。目黒蓮さんの、しかも10、13なんでね、もうなんか体が疲れてる感じが、こう、感じられますね。ちょっと、休憩してほしい、休養してほしいなっていう気もしますけどね。このカード見るとね。はい。では、宮舘涼太さん。宮舘涼太さんってなんか、なんだったっけ、伊達様かなんか言われてるんだったっけ。いろいろね、なんかすごいちゃんと自分のキャラクターを作り上げていってて、素晴らしいなって思いますけどね。はい。宮舘涼太さん、逆なんで、ノーですね。太陽の逆。なんか、あまり必要としていないというような、そんな感じのカードかな。はい。はい、そして最後、佐久間大介さん。佐久間大介さんも31歳。ね。まあね、本当に皆さんね、もう恋人がいてもおかしくない年齢ですよね。まあ、ジャニーズでもね、最近もね、結婚しても活躍されてる方も多いですしね。まあ、ただね、
まあスノーマンはねこれからまだまだ活躍すると思うのでね、結婚はまだ先かなとは思うんですが、はい、佐久間大介さん、まあ恋人のカードが逆、もう完全にこれはノーと言っていいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、まあ画面にも出てるかと思いますが、9人のイエスの、まあ、イエスが恋人がいる、ノーがいないというふうに今日の、ね、イエスの占いでは出ました。まあでもこれはあくまでもタロットで、まあね、所詮占い二択です。だからその結果で一喜一憂することなく、ファンの方が温かく見守って楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今日はスノーマンのメンバーに恋人がいるのかいないのか、イエスの占いで占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、またリクエストがあればお寄せください。